皆さんこんにちは。AWS ブラックベルトオンラインセミナーへようこそ。本セッションでは、AWSGLUE ETL のパフォーマンスチューニング、チューニングパターン編をお伝えします。まずはじめに、AWS ブラックベルトオンラインセミナーとは、サービス別、ソリューション別、業種別のそれぞれのテーマに分け、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズです。AWS の技術担当者が、 AWS の各サービスについてテーマごとに動画を公開します。お好きな時間、お好きな場所でご受講いただけるオンデマンド形式です。動画を一時停止、スキップすることで興味がある分野項目だけの投稿も可能、隙間時間の学習にもお役立ていただけます。内容についての注意点です。本資料は2021年8月時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。 最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。資料作成には十分注意していますが、資料内の価格と AWS 公式ウェブサイト記載の価格に相違があった場合、AWS 公式ウェブサイトの価格を優先させていただきます。価格は税日記表記になっています。日本居住のお客様には別途消費税をご請求させていただきます。 簡単に自己紹介をさせていただきます。本セッションは Amazon Web Service Japan のソリューションアーキテクト林田が担当させていただきます。本セッションは AWS g l u e ETL パフォーマンスチューニングシリーズの後編チューニングパターン編です。前半の基礎知識編の続きです。後半となる本セミナーでは具体的な AWS g l u e ETL のパフォーマンスチューニングのチューニングパターンを解説します。 本セッションは AWS g l u e 2.0と g l u e 3.0を対象にしています。本セミナーの対象者としては AWS g l u e の AWS 本セミナーの対象者としては AWS Black Belt Online セミナーの AWS g l u e の内容が理解できていること 本セミナーの対象者としては、AWS a w s g ル u e の AWS ブラックベルトオンラインセミナーの内容が理解できている方、a w s g ル u e e t l パフォーマンスチューニング基礎知識編の内容が理解できている方、SPARK アプリケーションを書いたことがある方、今ある a w s g ル u e e t l ジョブを改善したい方、このような方をメインとして対象としています。 なるべく初心者の方にも分かりやすいように解説したいと思っています。なお、AWS g l u e のお客様のうち多くが PySpark を利用しているため、本資料ではコードを PySpark で書いています。本セッションのアジェンダです。本セッションは、AWS g l u e ETL ジョブのチューニングの基本戦略、AWS g l u e ETL ジョブのチューニングパターン、 に関してご説明いたします。まず最初に AWS g l u e ETL ジョブのチューニング基礎、基本戦略についてご紹介します。チューニングパターンというのは細かく分けると無限にありますし、チューニングの方法、方向性も様々な考え方があります。その中で、ここではリソースに着目して、新しいバージョンを利用する、 データの IO を負荷を小さくする、シャッフルを最小限にする、タスク単位の処理を高速化する、並列化するという5つの方向性を基本戦略として定義します。処理のボトルネックは基本的にこのどれかに属しており、それに応じた戦略でチューニングを行うという考え方です。 ここで前編でご紹介したパフォーマンスチューニングのサイクルについて再掲します再確認になりますが、パフォーマンスチューニングは目標なしにやみくもに行うべきではありません。何のために何を最適化するのかを定義して、ボトルネックを特定し、チューニングサイクルを繰り返します。それでは具体的なチューニングパターンに入っていきましょう。 最初は新しいバージョンを利用するについてです。処理が遅いと感じるときに、ジョブ実行環境を最新バージョンに置き換えるだけで、処理が高速化する場合があります。AWS g l u e も Apache Spark もパフォーマンスだけでなく、あらゆる点で常に進化しています。できるだけ新しいバージョンを利用することをお勧めします。下の図は最近発表された g l u e 3.0のブログで紹介された、 グルー3.0とグルー2.0の処理速度の比較の図です。処理内容にもよりますが、グルー2.0よりもグルー3.0の方が、この処理では高速になっていることがわかります。また、グルー2.0以降では、グルー ETL ジョブの起動時間を大幅に短縮する内部の最適化が行われています。グルー2.0からは、課金の最小単位も、 グルー0.9や1.0では10分だったものが、グルー2.0以降で1分になっており、コスト面でもメリットがある場合があります。次にデータ IO を最小,限最小限にする方法についてです。データ IO 負荷を最小限にするために考えることは主に3つあります。1つ目は必要なデータだけを読むこと。2つ目は1つのタスクで読むデータ量をコントロールすること。 3つ目は適切な圧縮形式を選ぶことです。まずはじめに GLUE ETL で読み込むためのデータのフォーマットの指定についてです。Apache Spark では CSV や JSON、a b r o ORC などさまざまなフォーマットのデータを読み込むことができますが、連携システムの都合などの理由がなければ、パーケットを利用することをおすすめします。パーケッ e t は列フォーマットといって、 なるべく同じ列のデータを同じチャンクに配置して保存するようになっており、列単位の集計を行うことが多い分析用途に向いたフォーマットです。また同じ列のデータはデータ配置に規則性があることが多いため、行単位の保存よりも圧縮が効きやすいことがあります。さらに、パーケットではデータ型やレコード数といったメタデータもデータと一緒に保存するようになっており、 不要なデータの読み飛ばしやメタデータを利用した集計も行えます。Apache Spark が当初からパーケットに対する最適化のインテグレーションを行っているという点もポイントです。パーティションフィルタリングとフィルタープルス p r e についてご紹介します。これは Apache Spark がデータを読み込むときにスキャン量を削減する機能です。パーティションフィルタリングはフィルター r や フェアアクで指定したパーティション内のファイルのみを読み取る機能でテキスト CSV、JSON CS、ORC、パーケットなどで利用することができます。それに対してフィルタープッシュダウンはパーティション列に利用していない列に対するフィルターアクやフェアアクにヒットするブロックだけを読み取る機能です。AWSGLUE ではパーケットを利用した場合に自動的に適用されます。 ここで Explain 文を利用してファイル読み取り時のパーティションフィルターやフィルタープッシュダウンが利用されている様子を確認してみましょう。Product Category という列でパーティショニングされているパーケットファイルのデータソースに対してデータ読み込みを行った上で Product Category がビデオでスターレイティングが3より大きいデータを抽出するクエリに対して Explain 文を実行しています。 見てわかるように、スキャンの段階でパーティションフィルターズで、プロダクトカテゴリーの値がヌルでなくビデオであるデータを抽出し、さらにプッシュドフィルターズの中でスターレーティングがヌルでなく3より大きいものを抽出するようになっています。パーティションフィルターは、データがその列でパーティショニングされた状態で保存されている場合に利用可能です。 パーティショニングされた状態とは、例えば図のような形で、パーティション列とその値で構成されるディレクトリが作成されている状態のことです。スライドのコードのように、前段の GluETL ジョブでパーティションバイを指定,した指定して保存した場合に、や、アテナやパーティションテーブルを作成した場合に、このような形式で保存されます。また、手動でパーティションディレクトリを作成,作成しても良いです。 複数の列をパーティション列として利用したい場合は、よく利用する方を上位のパーティションになるように構成した方が、全体としてパフォーマンス効率が高くなる可能性があります。続いてダイナミックフレームのプッシュダウンプレディケートオプションについてご紹介します。プッシュダウンプレディケートオプションは、データを読み込むを行うときに API の中で明示的に読み込むパーティションを指定します。 データフレームのパーティションフィルターと同じ効果が得られます。次に圧縮コーデックの選択についてです。よくあるファイルを手元で圧縮して送付するなどの手段において gzip が最も一般的に馴染み深い圧縮コーデックだと思いますが Spark で利用できる圧縮コーデックには他にいろいろあります。ここに一部を載せています。 表を見てわかるようにコーデックによって圧縮率や圧縮解凍スピードといった特性に違いがあります。一般的に圧縮率と圧縮解凍速度はト,トレードオフと言われており、これらのバランスの良い,いコーデックを選ぶ必要があります。また、Bzip2, LZO、 スナッピーで圧縮されたファイルは読み込み時に分割して処理することができますが、CZIP で圧縮されたファイルは分割できないといった特性もあります。Spark では非圧縮のデータを利用することもできますが、その場合圧縮回答には時間がかからない一方で、大きなデータをそのまま転送することになるので、データ転送コストがボトルネックになる可能性があります。 処理スピードを重視する場合は、SNAPPY や LZO を最初に試すことをお勧めします。次はファイルサイズについてです。データ読み込みのパフォーマンスを最適化するためには、gzip で圧縮されたファイルなど、分割して読み込めない巨大なデータを利用しないようにする必要があります。 また、小さなサイズのファイルがたくさんある場合もパフォーマンス低下につながります。基本的にデータ読み込み書き込みのタスクは1タスク1ファイルになります。例えば、小さいファイルがたくさんあるとタス,タスク数が多くなり、タスクを管理するドライバーのメモリーを逼迫します。また、例えば 10GB の CSV の gzip ファイルがあるといった ような場合は右の図のように多くのエグゼキューターが利用されず一つのエグゼキューターのみに処理が偏り分散処理が行われないといったことが起こります読み込みファイルはなるべく 128MB から 512MB 程度でエグゼキューター数の倍数になるように前段の処理を設計できると最も効率よく処理することができます ただし、連携システムの都合などで必ずしもそのようにできない場合もあるでしょう。その場合はデータ読み込み後に再分散したり、タスクが多くなりすぎないように、次に紹介するようなバウンデッドエグゼキューション、グループファイルズ、グループサイズオプションなどを利用することを検討しましょう。ダイナミックフレームのバウンデッドエグゼキューションオプションを紹介します。 ダイナミックフレームではジョブブックマークという機能を利用している場合に BoundedExecution というオプションを利用すると未処理のデータを一度に読み込まずに分割して処理することができます。タスクが多すぎてドライバーやエグゼキューターでアウトオブメモリーが起きるような場合はこれを利用することでエラーを防いで安定的にジョブを実行できるようになります。 ただし、アグリゲーション処理は分割されたジョブごとに行われることになるので、それを注意した g ループ e ETL ジョブ構成を考える必要があります。また、グループファイルズ・グループサイズオプションも、小さいファイルがたくさんある場合にタスク数が多くなりすぎないようにするオプションです。このオプションを利用すると、小さいファイルをまとめて一つのタスクで読み取ってくれます。 例えば、Kinesis Data f i r e o e で数分ごとに出力されるデータに対する処理を行うときは、小さいデータがたくさん作成されやすいです。こうしたデータを入力データとして利用する際に、グループファイルズ、グループサイズを利用することでパフォーマンスを向上する可能性があります。これはデータファイルとデレームとダイナミックフレームでグルーピングオプションを利用した場合の、 ファイル数と処理時間のグラフです。オレンジがデータフレームで、青がダイナミックフレームでとグルーピングオプションを利用した場合です。見てわかるように、データフレームの場合はファイル数の増加に伴ってエクスポーネンシャルに処理時間が上がっていますが、ダイナミックフレームとグルーピングオプションを利用した場合は、処理時間の増加が抑えられています。 次にダイナミックフレームの S3 リストインプレメンテーションオプションを利用します。これも小さいファイルがたくさんある場合のチューニングの一つです。GLUE ではデータ読み込みにおいてまず対象プレフィックスのファイルをリスティングしてそのファイル一つ一つにタスクを紐付けます。ここでタスクが多くなりすぎるとドライバーの OOM が引き起こされます。S3 インプレメンテーションが true の場合、 SD リストの結果を1000ずつのバッチで読み込むためこのドライバーの逼迫を避けることができます次にパーティションインデックスを紹介します複数のパーティションキーからなる多くのパーティションを持つデータソースからデータフレームを読み込む際にパーティションインデックスを設定しておくと対象パーティションに対するフィルター区やフェア区がある場合にパーティションのフェッチにかかる時間を削減できます これは、パーティションインデックスを利用した場合としない場合のクエリプランニング時間の違いの例です。このように、パーティションインデックスを適切に利用することで、クエリプランニング時間を大幅に削減することができます。ただし、クエリプランニング時間がボトルネックになるような場合は、パーティションインデックスは非常に有効ですが、パーティション構成がシンプルな場合など、 パーティションのフェッチがボトルネックにならないような場合は、それほど性能改善が望めない可能性がありますので、使用するところには注意する必要があります。GLUE から JDBC 接続を行って、データベースのデータを読み込むことができますが、この時も並列化を行うためのオプションを適切に設定する必要があります。 デフォルトでは JDBC 接続では1つのエグゼキューターのみがターゲットデータベースにアクセスします。並列読み込みを行うためには図に示すようにパーティションカラム、ローバ b o u n d パーバウン b o u n d ティションズの指定が必要です。このパーティションカラムに基づいて読み込みが並列化されます。データフレームの JDBC オプションではパーティションカラムには数値、 日付、タイムスタンプのいずれかの方の列しか指定できないので注意が必要です。ダイナミックフレームの場合のオプション設定はハッシュフィールドとハッシュエクスプレッションの2つです。データフレームの場合は数値などの限られたデータ型しか利用できませんでしたがダイナミックフレームの場合はハッシュ値を利用して並列化するので文字,列なども列文字列などの列もパ,ッッパーティション列として利用できます。 次に、シャッフルを最小限にするという戦略について、チューニングパターンをご紹介します。シャッフルを最小限にするポイントは、キャッシュをうまくする、ま、キャッシュをうまく利用する、フィルター処理をなるべく前段で行う、データを小さく保つように、ジョインの順番を工夫する、ジョインを使い分ける、データの偏りを対処する、セルフジョインによる、 デー,タの代わりデータ加工の代わりに Windows 処理を利用するこの6つです。順番に説明します。まず、シャッフルを最小限にするという部分からご紹介します。データフレームで記述された処理は、スパーク内部のカタリストと呼ばれるオプティマイザーによって最適化が行われます。ただし、2つの観点で完璧ではありません。1つ目はキャッシュが挟まると、 その前後での最適化が効かないこと。二つ目は AWSGLUE 1.0や2.0で利用される Spark 2.4.3はデフォルトでコストベースオプティマイザーが無効になっているという点です。最近リリースされた GLUE 3.0ではコストベースオプティマイザーがデフォルトで有効化されているため、されているほか、いくつか追加の最適化オプションが追加されています。 あとで少しだけご紹介したいと思います。まずキャッシュをうまく利用することについてです。一つの Spark アプリケーション内で一つのデータフレームから複数のアウトプットを得る場合、分岐のタイミングでキャッシュを行うことで、その分岐までの処理を複数回実行しなくて良くなり、その分パフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、特に分岐をするまでの処理が 複雑に出ない場合など、キャッシュをせずにデータを2回読み込む方がパフォーマンスが良い場合があります。また、キャッシュデータはデフォルトでは、最初にメモリ、メモリに載らない分はディスク上に格納されます。キャッシュを多用すると、ローカルディスクを占有し、ノースペースレフトオンディスクというディスクフルエラーを起こす原因にもなることもありますので、注意が必要です。 キャッシュの配置先はメモリのみディスクのみも選ぶことができます。キャッシュされたデータは何もしなければ Spark アプリケーションが終わるまでディスクに残り続けます。不要になったデータフレームのキャッシュを削除することでメモリやディスクを節約し、より効率的にリソースを利用できるようになります。次にフィルター区をなるべく前段で利用するについてです。 上の図ではデータを読み込んだ後にパーシストを行って、その後にフィルターを行った場合の実行計画を出力しています。一方で下の図ではデータを読み込んでフィルターを行った後にパーシストを行っています。パーシストはキャッシュと同じと思ってもらって大丈夫です。図を見てわかるように、上の場合はデータがスキャンされた後にフィルターが実行されていますが、下の場合はスキャン時に フィルタリングが実行されています。処理を行う上で、なるべくデータ量を小さく保つことで、処理のパフォーマンスは向上することが多いです。なので、なるべく処理の前段でデータ量を小さくできるように調整する方が良いです。ある程度はオプティマイザーが最適化してくれますが、このスライドのように実行計画を確認した結果、手動で最適化する余地がある場合もあります。 次に、ジョインの順番についてです。グルー1.0や2.0では、コストベースオプティマイザーがデフォルトで無効化されています。そのため、データ量を考慮したジョインの入れ替えは自動で行われません。そのように、ジョインの順番を入れ替えることで、途中のデータ量が削減され、計算量を減らすことができる場合があります。 なお、グルー3.0ではコストベースオプティマイザーがデータを考慮した最適化を行ってくれます。続いて、ジョインの使い分けについて説明します。一口にジョインといっても、実はジョインを行う方法は様々で、スパークの場合は大きくソートマージジョイン、ブロードキャストジョイン、シャッフルハッシュジョインの3種類があります。それぞれの特徴を説明すると、ソートマージジョインはジョイン対象を2つの表を ジョイン対象の2つの表を、それぞれジョインキーごとに分散させて、分散後のそれぞれの表をソートした上でジョインする方法です。これは、大きなテーブル同士のジョインに適しています。また、ブロードキャストジョインは、片方のテーブルのデータ全て,を全てのエグゼキューターに転送し、もう片方のデータをジョインキーで分散させて、それぞれジョインする方法です。 片方のテーブルが小さい場合に適しています。最後のシャッフルハッシュジョインはソートマージジョインとほとんど同じですが、2つのテーブルをそれぞれ分散させた後にソートせずにジョインする方法です。そこまで大きくないテーブル同士のジョインの場合はソートさせずにジョインさせるシャッフルハッシュジョインの方が早い場合があります。 デフォルトでは片方のテーブルのサイズが Spark SQL Auto Broadcast Join Threshold というパラメータで指定された値以下の場合は Broadcast Join が採用されます利用されているジョインストラテジーは SparkUI や e x p l a イ i n 文によって確認できますまたジョイン性能がボトルネックになっている場合に 中央のコードのように手動でジョインストラテジーを変更することでパフォーマンスが向上することがあります。Spark では大量のファイルを読み込んだ場合に、場合やカーディナリティの高い列でグループバイを行った場合に、パーティションが細かく分割されてしまう場合があります。パーティションは細かく分割されすぎるとタスク増加によるオーバーヘッドにつながります。 そのため、パーティションをマージすることで、後続処理が高速になる可能性があります。パーティション構成を変更する方法としては、リパーティションとコールースがありますが、リパーティションはシャッフルを伴うため、同じエグゼキューター上にあるパーティションをマージするだけのコールースを利用した方が、パフォーマンス上望ましい場合が多いです。ただし、スキューが発生している場合は、リパーティションした方がいい場合もあるので、 使い分けが必要ですなお GLUE3.0 では AdaptiveQueryExecution という新しい機能によって自動でコール数を行ってパーティション構成を最適化してくれる機能があります次に紹介するのはセルフジョイントデータ集計を行う処理を Window 処理に書き換えるというものです よくあるデータ処理として、ある履歴データに対して、ある一部の列を利用した集計結果を追加したデータを作成するというものがあります。この場合、直感的に考えつきやすい方法は、まず集計データを作成して、元のデータとジョインするという方法です。しかし、これをウィンドウ処理に書き換えると、 グループバイで2回シャッフル、グループバイとジョインで2回シャッフルを行われていたものが、ウィンドウ処理の1回のシャッフルのみになり、計算量やデータ転送コストを削減することができます。次に、タスク単位の処理を高速化するというパターンのチューニングをご紹介します。一つ目は、コードを記述する言語にスカラを利用するという方法です。 データフレームのほとんどの処理は PySpark で記述しても内部的に Java に変換して JVM で動作しますが、データフレームでなく RDD で記述している部分や UDF を利用している部分は Python で処理が行われ、その部分の処理時間が遅くなります。これらを頻繁に利用する場合は思い切ってスカラで処理を記述してみましょう。スカラに対して敷居が高く 感じスパークのスカラはスカラならではの難しさがそれほど出てきにくく思ったよりも PySpark と似た感覚で記述できるのではないかと思います。PySpark の UDF がどのように実行されているかそのパフォーマンスの問題点をご説明します。PySpark で UDF を実行する場合 Python プロセスがタスクごとに起動し Python プロセス上で処理が行われます。この際、イテレーションごとにシリアライゼーション,シションや Python プロセスへのパイプが発生するためオーバーヘッドが生じます。また Python プロセスのメモリには JVM の制御が行われないためメモリ管理ができないというデメリットもあります。 Spark 2.3からは Python UDF の他に Pandas UDF も利用できるようになりました。Pandas UDF は Python UDF と比べて Apache Arrow というゼロコピーで高速なシリアライズでシリアライズを行うことができるシリアライザ,ーライザーが利用できる。データのフェッチも UDF の処理も複数行まとめて実行されるといったパフォーマンス上の優位性があります。 こちらは GLUE 2.0で PythonUDF、PandasUDF Python、UDF UD UD を利用せず Spark API で資料を行った場合の処理の時間の資格です。処理内容にもよりますが、PythonUDF よりも PandasUDF、PandasUDF よりも UDF を利用しない場合の方が処理が高速であることがわかります。最後は並列化に関するチューニングパターンです。並列化の一つ目はデータの偏りへの対処です。 パーティションごとにデータサイズにばらつきがあると、大きなパーティションの処理を行う一部のタスクにのみ負荷が偏り、処理遅延の原因になります。これらは読み取りファイルサイズに偏りがある場合、ジョインキーごとにレコード数に差があるデータをジョインする場合、グループバイを行ったときのキーごとのレコード数にばらつきがある場合などに起こります。データの偏りに対しては、 デーータの量を均一化すす。るというチューニングが必要になります大まかな戦略としてはインプットファイル作成時にファイルサイズが均一になるようにするリパーティションするジョイン戦略にブロードキャストジョインを利用するソルティングするという4つが挙げられますこのうちインプットファイルサイズを均一にする方法は連携システムによるので残り3つについて解説しますまずリパーティションです 後続処理がパーティション化してのデータ出力、ジョイン、グループバイなどのキーごとの処理でなく、レコードごとの処理の場合、リパーティションしてデータサイズを平準化する方法があります。図のように、リパーティションカッコ200とすると200個のパーティションにデータは均一に配置されます。次にブロードキャストジョインです。ジョイン戦略については、シャッフルを最小化するでも出てきました。 片方のデータが1エグゼキューターに乗るほど小さく、もう一方のデータが巨大な場合は、ブロードキャストジョインを利用することで処理性能を向上することができます。例えば、このスライドはかなり極端な例ですが、ハラミが1行とカルビが1行からなる購入履歴と料金テーブルをジョインする場合を考えます。ソートマージジョインの場合は、一つのタスクに1行、もう一方のタスクに1行とデータの偏りができてしまっています。 これをブロードキャストジョインにすると500行ずつ分散することができ、データ量を平準化することができます。最後はソルティングです。これは少し難しいですが、ソートマージジョインにおいてスキューが発生しているパーティションを複数に分割し、それに対応するもう一方のテーブルのパーティションを複製して、それぞれジョインするという方法です。スキュージョインの実装について説明します。 グルー2.0では、下のコードのように、手動でソルトを行うコードを記述する必要があります。グルー3.0では、Spark3.0 の新機能である、Adaptive Query Execution により、動的にスキュージョインが行われます。スキュージョインが行われる条件の指揮位置は、パラメータで変更することができます。次に、パフォーマンスを考慮した Incremental ID の付与方法をご紹介します。例えば、ETL 側で、 分析のののための連番のセッション ID を振るような場面がありますインクリメンタル ID を付与することができるウィンドウ関数としてはローナンバーがありますが全レコードに対して連続したセッション ID を付与しようとすると処理が低速になりますこれに対して必ずしも連続とは言えないけれども1位なインクリメンタル ID を付与するもう一つの関数としてモノトニカリーインクリーシング ID があります これを利用すると全レコードのアグリゲーションを行うことなくインクリメンタル ID を付与することができます。並列度をチューニングするには GLUE のワーカータイプとワーカー数の設定も重要です。GLUE には標準 G1X、G2X という3つのワーカータイプがあります。 基本的にデフォルトの G1X を利用することをお勧めしますが、メモリを大量に利用する処理を行うような場合は G2X を利用するなど使い分けを行い、またデータ量を考慮してワーカー数を増減することでパフォーマンスを向上させることができます。ここでワーカーのチューニングを行う上で検討すべき内容として、理想的なリソース使用状況についてご説明します。まず、 すべてのエグゼキューターでリソースが無駄なく均等に利用されている状態が望ましいです。また、そうでない場合はチューニングの余地がある可能性が高いです。リソース傾向をある程度処理内容から予測してワーカータイプを選ぶと良いです。例えば、複雑な UDF、正規表現処理などがある場合は CPU 使用率が高くなる場合が多いです。また 大量データのジョインなど、シャッフルサイズが大きくなる場合は、メモリ使用率が高くなりやすいです。ワーカー数とジョ,ブのジョブ時間の関係についてですが、スキューなどの問題がなく、リソースが有効活用できる状態で並列処理,する場合並列処理ができている場合は、ワーカー数を増やすことで、コストを増やすことなく、ジョブ実行時間を短縮することができます。 なので、ワーカー数は目標実行時間と並列化可能数を考慮して決めると、コストはそのままでパフォーマンスを改善することができます。本セッションのまとめです。AWSGLUE ETL ジョブのパフォーマンスチューニングパターンをご紹介しました。AWSGLUE はそのままでも大量のデータを高いパフォーマンスで処理できますが、チューニングを行うことで、さらに高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現できます。 チューニングを行うには、メトリックスを確認しながらボトルネックを特定し、それを取り除く必要があります。本資料に関するお問い合わせご感想について、技術的な内容については、有料の AWS サポート窓口へお問い合わせください。料金面でのお問い合わせに関しましては、カスタマーサポート窓口へお問い合わせください。具体的な案件に対する構成相談は、口実する個別 技術相談会をご活用ください。AWS の日本語資料の場所は、AWS 資料で検索してみてください。AWS のハンズオン資料の場所に関しては、AWS ハンズオンで検索してみてください。AWS Well Architected 個別技術相談会についてご紹介します。毎週、Well Architected 個別技術相談会を実施中です。 AWS のソリューションアーキテクトに対策などの相談をすることも可能です。申し込みはイベント告知サイトから行うことができます。ご視聴ありがとうございました。